どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強ボスランキングやっていきます。妖怪ウォッチ1、ボスの数としてはそんなにいないんだけども強い弱いありますよね。今日はトップ5の発表となります。それでは早速行ってみましょう。さあそれでは最強ボスランキングトップ5やっていきましょう。第5位です。第5位はこの妖怪、肝なし先生ですね。これ破れかぶれ委員長から、結構強いんだけども、最初わからなかったよね。ハートを潰さなきゃいけないって、あれでね、何回回復されたかわからない。最初はね、やっぱり難しかった。で、慣れた今でも、こいつはめんどくさい。ハートも潰さなきゃいけないし、取り付きをめちゃくちゃしてくるので、それをね、直さなきゃいけない。もう忙しくって、ほんと嫌いですね。肝なし先生は、ほんと嫌い。第5位です。続いて、最強ボスランキング第4位いきましょう。第4位はこの妖怪、赤鬼です。まあ最初に戦った時強かった、とにかく強かった。これ勝てるのかっていうぐらい強かったね。確か一番最初に戦った時って鬼時間の時でレベルが低かったのよ。レベル40とか30ぐらいで初めて戦って、全員ワンパンボッコボコされて、これ99でも勝てるかなって思ったよね。でも、まあ、こいつの攻略としては、タンクがいて、そいつがガードしてくれれば、まあ、なんとかなるっていうことで、まあ、今となってはそんなに大したことない妖怪です。でも、それでもやっぱり強い。うん、こいつの攻撃力、素早さっていうのは、かなりの脅威になってます。第4位は、赤鬼ですね。さあ、それでは第3位行きましょう。最強ボス妖怪ランキング、第3位は、この妖怪、ゲソヒゲール大臣ですね。こいつは最初戦った時、難しかった。まずね、弱点がいまいちわからなくって、ダメージが全然入んないのよね。入んない。お腹の玉を攻撃するっていうのがわからなくって、苦戦した。で、さらに、まあ、今でも戦うとき思うんだけども、めんどくさいのよ。取り付きが。取り付き、そして全体攻撃。これがね、厄介。まあ、対策としては、取り付きを受けない装備、そして妖怪を連れていけば、まあ、若干なりとも簡単にも倒せるんだけども、まあ、めんどくさいよね。ゲソヒゲール大臣、大嫌いです。第3位ですね。さあ、それでは第2位行きましょう。最強ボス妖怪ランキング、第2位は、ドンドロです。無限地獄のボスっていうだけあって、やっぱり強い。これね、初見で行った時に絶望したね。こいつって目の色が赤と青に変わって、妖術しか効かない時と、通常攻撃しか効かない時っていうのに分かれるのよね。確か最初俺ね、物理攻撃のみのパーティーで行って、もうずっと敵が妖術ダメージしか入らない状態になってて、もう絶望したもん。これ勝てないじゃんって。し、さらにこいつの全体取り付き、めんどくさすぎる。もうとにかくね、大嫌いだね。戦いたくない極力。そういう妖怪です。第2位は、ドンドロですね。さあ、それでは、
最強ボス妖怪ランキング第1位は皆さんご存知の通りだと思うよ。第1位の妖怪はこれ、クロウニです。さあこれは皆さん満場一致でクロウニだと思います。とにかく強い。なんかこれ絶対勝てないような設定にしてあるらしいよね。まあ、それをなんとか勝っていくっていうのが面白いんだよね。まあ、前はね、本当に絶望で、どうしたらいいんだろうっていう風に思ってたけども、まあ、適正なタンク、そして装備があれば、いけるよね。まあ、タンクじゃなしにしても、他の妖怪でも、まあ、最近いけるねっていう風に思えてきたんだけどもね。まあ、強い。ただ、取り付きはしてこないので、めんどくさくはないのよ。めんどくさくはない。何回戦ってもいいけども、まあ強い。対策がすごく必要な妖怪。そして考えて戦うので、面白い妖怪ですね。間違いなく第1位はこいつ。クロウニです。はい。ということで今日は最強ボス妖怪ランキングやってみました。このランキング個人的な意見が入ってます。ご了承ください。ではね、またやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。